これ私がエゲナ司教をやってるところの画像ですね。まずお一人目。これから動画を流します。で、あんまり説明せずに流しますので、で、それを見て、ヤゴト君が読影をもう一回やると。はい。頑張りましょう。70歳代の男性で前傾座位ですね。鼻腔から覗いています。画面下が口側、上が背中側。真ん中で動いているところは喉頭ですね。肺の入り口。今入ってきたのはヨーグルトですね。真ん中に、せり立ってて、今ヨーグルトが引っかかってたのが喉頭蓋。食道の入り口は、喉頭の背中側、画面で言うと上側にありまして、嚥下反射の瞬間しか開かない。VE で見てると、嚥下内視鏡で見てると、嚥下反射の最中は、咽頭が縮むので見えないのでね、真っ白になります。それをホワイトアウトって言いますね。今度は水分ですね。おそらくとろみのないお水を飲んでます。喉頭蓋の内側に入ってくることを喉頭侵入と言ったりしますね。はい。では、もう一回流しますので、解説をお願いします。喉頭蓋が有事で、結構、設置がないので、喉頭蓋のスペースは保たれているなと思います。咽頭口壁がちょっと前に出ているので、少し、嚥下反射したときに、喉頭蓋の反転の、邪魔になっているのかな、阻害しているのかなという感じがして、離腸下のスペースがあるので、そこはそれをスペースと一緒で作るんじゃないかなと思います。結構、唾液の貯留は、その食物の前にあったので、感覚のところも低下している印象があります。そうだね、嚥下反射邪気が抑制されてたかもね。今、水が入ったと思うんですけど、ホット外国と底部漁業まで入ってから嚥下反射があったので、少し嚥下反射の振りも遅いのかなっていうので、亀裂の側面から入って落とし目があったんじゃないかなと思います。素晴らしいですね。読み落としがほぼないと思います。すごいね。本当1年目？ 本当は10年目ぐらいだじゃん。お水を飲むときの一つのパターンとして、食事のときは喉頭侵入させないようなタイミングで嚥下反射が出ることが多いんだけど、お水の場合は喉頭内にもうお水が満たされてから嚥下反射が出る。っていうパターンの方も結構いらっしゃる。まあ、喉越しを楽しむような、喉にグーッと入ってきて、ゴクって飲む。そういうケースだと、もう喉頭侵入をね、しちゃうんだよね。そうすると、喉頭侵入した時に誤嚥しないようにするには、もう正門のところをがっちり閉めとかなきゃいけない。もうがっちり閉めて待ってるんだよね、入ってくるの。で、そのまま嚥下反射が出るので、で、その時に喉頭の収縮がしっかりあると、侵入してたものを排出できる。で、それができてないと、嚥下反射が終わって正門が開いたときに、水分が肺の方に入っていってしまう。この方、嚥下反射後にむせてるんだけども、よく見ると気管内には入ってないんだよね。で、別に、誤嚥とか口頭侵入と独立して、関係ないときにも何回もむせてるので、おそらく口頭炎だなんかがあって、その刺激で咳をしてるだけの人なんだね。で、この方、まあ、喉の残留はあるんだけれども、水分も、まあ、飲んで悪くはないと。ただ、咳が出るので、検査してない時の咳っていうのが、誤嚥と関係してるのかどうかは全くわからんので、まあ、そういう意味では、念のために、とろみを使って、咳が出ても気にしないようにっていう指導を徹底するというのも手だし、まあ、
この収縮の悪さっていうのは、これは痩せによって起こってきている可能性が高いので、まあ、痩せに対しての指導をしている。まあ、それは能力の改善だよね。現状起こっている問題点としては、咳があるんだけれども、咳そのものは誤嚥とはどうも関係がなさそうだということが分かったという事例になりますね。素晴らしい。次、80代の男性の前傾座位ですね。今日、座位シリーズですね。前傾座位というのは、背筋を伸ばして座っている状態よりは前かがみになっている。そういう状況ですね。喉にこう広がっている薄クリーム色のものっていうのは唾液が乾燥しているようなものですね。で、今上の方、上咽頭を見ていますが、これは鼻汁がないかなっていうのを見ている。喉にあるのがもしかしたら鼻水だったら嫌だなっていうことで鼻を見ているところですね。ただ、あんまり鼻水がないので、おそらく、鼻汁っていうよりは、唾液が乾燥してきたものの可能性が高いかなっていうふうには思います。見かけ上はね、すごく鼻水っぽいね。喉頭の動き、発声とかをしてもらって、どうかなっていうのを見ているところですね。まあ、舌が動いてきてますね。この白いのはヨーグルトですね。電源反射ジャッキ。今度は唾液も混ざった感じで、追加塩原になってくるかな。で、とろみ水ですね。とろみのついたお水に着色して飲んでもらってます。緑色の着色をするのは、ピンク色の粘膜とのコントラストを良くして、まあ、どこにお水が入っているのかということが分かりやすくする。そのためですね。今度はとろみのないお水ですね。どうかな？はい、解説お願いします。外が若干揺れていて、若いと思う異常感の説があると思います。で、今、中二頭が高いのに向けて、問題の乾燥したものがあるということだったので、きっと、国内も反応しているんじゃないかなというのが考えられるとなるほど。思います。まあ、鼻の中を見てる間は、しょうがないね。どこかにこう、ネバッとしたとき、鼻水ついてないかなっていうのを観察して、ないなっていうところですね。音が優秀で、前傾姿勢を取っているので、ちょっと後頭蓋骨のスペースができていると思います。そうですね。区別がしっかりしているので、高校心理の心理教育、これからも私の、別からのところからの高校心理だったり、別のところからの高校心理は少ないんじゃないかなと思ってます。ヨーグルトの後の残留としては、スポーツヨーグルトのところにちょっと広がって残っているのかなと思います。
そうだね。側方領土が収縮するときに狭くなるんだね。それで、喉外と側壁との間で、挟まれて残るところがあるんだね。うん、そうだね。プロミス水が流れるときには、エゲハシャジャッキのタイミングはどのぐらいだろう？流れ込んだタイミングで着地するのが理想かなと思いますか。でも、直後流路の方からちょっと、後藤新年っぽい感じがあるので。そうですね。今のが、先ほどの方もね、水分については、嚥下反射が出る前に喉頭に入ってきて、それから飲むっていうタイプだったんだけど、この人もとろみのないお水の時に、一滴なんだけど、喉頭の中に入ってきたね。で、その後、嚥下反射が起きた後、見てみると、喉頭内に残ってるんだけど、これ、声門のところを見ると、うっすら緑色が、ついてるんだよね。ということは、あの一滴がもう喉頭侵入、多分誤嚥までいってる。さっきもっとたくさん入ってる人が誤嚥しなかったのに、この人なんで誤嚥するんだろう。先に外装反射があったか、あるかないかの違いに。外装反射はね、入っちゃってから後の話なんだよね。これはね、準備の違いなんだよ。さっきの人はもう中、喉頭の中に入ってくる前提で、声門をぎしっと閉じてたの。ところがこの人は閉じてない。喉頭の中に入らないと思ってたら入ってきちゃった。で、慌てて飲んだんだけど、声門閉じるのが間に合わなくって、誤嚥するんだよね。つまり、パターンとして、この人は喉頭侵入しないパターンを学習していて、で、そういう人のところ、時に喉頭侵入すると、誤嚥のリスクは高い。ということですね。で、先ほどのパターンの場合には、喉頭侵入してから飲むパターンなので、今度は、嚥下反射だけは遅れてても大丈夫なんですよ。先にも準備してるから。ところが、喉頭の収縮が悪くなると、嚥下反射弱気後に、喉頭から入ってきてる水を押し出しきれなくなるので、そうすると誤嚥する。さっきの方は出力が弱くなると誤嚥する人。この人は嚥下反射邪気のタイミングが遅れたために、本来入らないはずの水分が喉頭に入ってきた。嚥下反射邪気のタイミングが遅れたから水分を誤嚥する人。そういうふうに原因が違うんだよね。理解できたかな？はい。もうちょっとやっておきましょう。90代の男性で前傾座位の方です。咽頭口壁が迫ってますよね。これだけ咽頭口壁が出てると、喉頭内を観察するのが結構大変で。カメラをかなり深く入れて、横から少し滑らすようにして観察してます。舌が動いてますね。ヨーグルトが入ってきて、嚥下反射。だけ中咽頭残留がある中で覗きに行くのはかなりの技術ですね。
緑色のお水ですね。江東内を見に行きます。はい、読影お願いします。今回は先生たちが陰徳を復帰もそれたちているので、反転には障害がいるかなと思っているので、これにとすごい言い方だと思います。ことになりそうね。次の動きは、上下の動きが多いのかなという印象です。そうね、咀嚼用というよりは送り込み中心の動きだね。ヨークルトが入ってきて、ヘニャハシャシャキ。ヨーグルトの動画に盛り上げてる感じがちょっとするのかなって思います。結構の間にちょっとあったのかなと思います。そうだね。そうだね。ヤゴト君がこの症例を見て頭を抱えるのは、なんか残留が多くって、こう食べていいのかしらっていう感じがするんじゃないかな。でも、とろみのないお水までやってて、なんだこりゃって。この方の場合ね、初めに指摘してくれたように、咽頭口壁、画面の上側の方ですね。こっち側が内側に向かってせり出してきてる。これは背骨の変形なんですよね。背骨が変形することで、前の空間を埋めてきちゃうんだけど、そうすることで、喉頭蓋の動いていた範囲が狭くなっちゃう。で、咽頭の口壁と喉頭蓋で、挟まれるような感じで、まあ、真ん中の空間が閉じる。さらに、側交流路。横側の方から、残りの食べ物は行くんだけど、真ん中がちょうどこう、喉頭蓋も扁平で、咽頭口壁も扁平なので、嚥下の瞬間、ここをちょうど重なってね、閉じるんだよね、真ん中が。そうすると、通るのは両端しかなくって、そうすると、通っていく道が狭いもんだから、ネバッとしてる、粘性の高いものっていうのは狭いところを通りにくいんだよね。また、付着性が高いものも狭いところを通りにくいので、ヨーグルトがあれだけ中咽頭に残ったのは、この側交流路という狭いところしか通らないから。それで真ん中に残る。で、残ったのが、この辺に残ってるのが、喉頭蓋の上を越えて、嚥下反射後にここの隙間が広がった時にちょっと落ちている。で、これは喉頭蓋の裏から落ちていくのか、咽頭口壁に沿って落ちていくのかだけど、今回咽頭口壁に沿って落ちていったから、亀裂管のところに物が入ってきている。まあ、普通はペースト食だとかこういう高粘性のものの方が誤嚥しにくいので、ヨーグルトでこれだけ残留があったり、口頭侵入があったりすると、とろみのないお水っていうのは普通選択肢に上がらない。けど、なぜかこの次がとろみのないお水なんだよね。なぜか。
食用ビールのに食性が高いのが残ってしまったので、食性の少ない分で、見てみるってそいうの通感りじ。だね。さっき、ヨーグルトの時に、嫌疑反射を繰り返しても、口頭侵入がそんなに増えてない。ってなると、まあ、口頭し、あの、会員等の方に物がだんだん垂れ込んできた段階で追加嫌疑があると、会員等のところの収縮によって、そのものが収縮の弱いところに移動していくので、口頭内に隙間があったりすると、口頭侵入がどんどん増えていくんだよね。それが口頭侵入が全然増えてなさそうだと。本当端っこの方にチロッと引っかかってるだけだ。なると、この人は口頭の収縮はいい可能性がある。で、側方流路をちゃんと通っていけば、口頭蓋の手前にもっこり残ることはないので、そうすると、嚥下反射後に口頭蓋の上を越えていくこともないだろう。なると、付着性、粘性が低いものの方が有利である。という仮説に行き渡る。それで水分フリーを飲んでいる。で、水分フリー飲んだ後に口頭上を見てみると、緑色はなかったね。ということで、その仮説が立証される。なので、この方の場合には、付着性粘性が高いものは苦手で、低いものが得意。ということになるんだよね。また、狭い空間を通さなきゃいけないので、固形物は苦手です。苦手だね。なので、固形物についても、まあ、大きい固形物があるようなものは、まずは避けなきゃいけない。で、そうすると、日常的に食べている細かい固形物ってなると、おかゆとか米飯になるので、そのあたりをこの後は確認していく。で、それがいけるかどうかによって、食べれる範囲が決まってくる。まあ、粘性の高いものでも誤嚥をバンバンするわけではないので、ペースト食とかも選択してもいいんだけれども、ペースト食だけだとどんどん咽頭に溜まってきちゃうんでね、こう、追加嚥下を何回もしなきゃいけないので、摂取量は下がりそうだよね。そうすると、粘性の低い水分だとか、あと、変形能の高い、ゼリーだとか、そういったものを中心にして食事計画を立てていくと、この方、十分な栄養が取れるんじゃないかなっていうふうに行き当たる。納得？はい。まあ、同じ前傾大の人たち3人ですね。それぞれになぜ口頭侵入するのか、だとか、なぜ誤嚥するのか、なぜ中咽頭残留するのか、それぞれに理由が違うんですね。で、その理由が分かると、どういう食事をしてもらったらいいのか、どういう代償をしたらいいのか、あるいはどこを直せばいいのかということが見えてくる。それが嚥下内視鏡検査のね、非常に面白いところということになりますね。ちょうど1時間ぐらい経ってまいりましたので、今日はこのぐらいにしておきます。どうもありがとうございます。今日はね、矢事くんの初生徒。